大学日本一を決める全日本大学駅伝、まれに見る大混戦を駒澤大学が制しました。秋の伊勢路で頂点を競う全日本大学駅伝、序盤からトップが次々入れ替わる大混戦となります。後半7区、駒澤大学のエース田澤が区間賞の走りでトップに立つと、最終8区、駒澤花尾と青山学院飯田の一騎打ちに。花尾が前に出るか、差が少し開いた、差が少し開いた、花尾がもうすでに両手を上げた、ガッツポーズだ。さあ2年連続日本一は駒澤大学。駒澤大学が2年連続14度目の日本一を決めました。